まあ。さっきから随分これを気にしているね。興味があるのかい？君の小さな使いの講師や、そっちのこの、なんだかよくわからないからくりの方が、よっぽど珍しいと思うけど。そりゃ、まあ、そうなんじゃが。うむ。文明レベルがめちゃくちゃじゃない？一体どうなってるの？そうね。ここで悩んでも答えは出ないか。そういえば、あなた、ユーイン・ラクスターだっけ？ラクスター？ラクスターって確か、カルローネ市にいる漁師の名前よね。ああ、知ってるんだ。領地の面積だけが取り柄の地方領主さ。僕は現当主の末っ子なんだ。悪いけど、あんまりそうは見えないわね。仕方ない。はみ出しっ子だからね。家督も継げないし、兄や姉が優秀だからほっとかれっぱなしで、気づいたら冒険家崩れさ。一族の恥さらしってやつ。明るく言うことじゃないと思うけど。さ、僕は自己紹介したよ。次はそちらの番じゃないのかい？どうする？艦長。艦長。は？旅芸人？そうなの！私たち、実は旅芸人の一座なの。一座の名前は？そう、空の船。はあ、私たち一座で旅の途中にこの子が親元を離れて遭難しているのを拾って、親の手がかりを探してるのよ。へえ、なるほどな。ちょいと設定が無茶すぎやせんか？いいから話を合わせて。その、私はイブリーシュっていうの。リーシュって呼んで。それで、こっちが一座の責任者で旅芸人一座、コロの船の艦長よ。なるほどね。船の名前がついた一座だから、座長じゃなくて艦長か。面白いな。ってことは、そっちの二人はリーシュと艦長の子供ってわけじゃないんだな。強く否定せんでもよかろうにの。だってわしら家族じゃろ。ベルだ、ベルだ。照れるでない、照れるでない。ともかくそういうことじゃ。わしはベルダ・クレーマンという。あの、ティカ・ブランシュと言います。よろしく、ベルダ・ティカ。しかし、こんな田舎でこんな綺麗な子が迷子か。それなりに裕福な家の子っぽいな。僕もあちこちうろついてるけど、そんな話は聞いたこと。ん？ティカ？ティカ・ブランシュ？え？ティカ？ティカって。待てよ。もしかして。あ、な、何？間違いない。これ、君のことじゃないか？字は読める？はい、読めますけど。え？どうしたの？ティカ。ベルダお姉ちゃん、これ。なんじゃ？なんじゃこれは、一体どういうことじゃ。尋ね人の手配書じゃと？